こんにちは。石倉チャンネルの石倉英子です。今日は令和4年度の高校課程をどうするかについて、検討してみたいと思います。これは文部科学省や教育委員会とは一切関係ありません。あくまでも私の個人的な考えですので、その点を注意して視聴してください。令和4年度の特徴として、1、学習指導要領の改定、2、コロナ禍、3、深い体験へのニーズが挙げられると思います。1つ目、学習指導要領の改定です。こちらについては、よく読んで本質をつかんでください。この本質が分かっていれば、アレンジの幅が広がります。B、自分の重点箇所を決め、時間配分をしてください。これはですね、被服実習10コマ、保育4コマとかそんな感じですね。C、前後関係を把握し、流れを決めてください。家庭科には前後関係が必要なものとそうでないものがあります。しかし、何を専攻して教えるかということは、教員によって異なってきますので、最終的にはご自分で決めましょう。前後関係を把握し、流れを決めるについて、特に説明していきたいと思います。これはですね、教育心理には、専攻学習の影響という問題があります。良い影響、悪い影響、両方ともあります。そして家庭科には、内容理解を深くする意図を持って、単元の順番を組み合わせるという技術があります。例えばですね、生活設計から保育、青年期を学んでいくパターン、経済を学んでから、生活設計を学んでいく、逆もありますね。生活設計を立ててみて、やはり経済の知識が必要だと思ったら、学ぶ意欲が高まるということがあります。それから環境分野を勉強してから、住居、被服、食生活に入っていくというような流れがあります。ここで少し授業作りのスキルをご紹介します。まずですね、授業を作る際に、授業を構成するパーツを考えてみます。私の場合は、あ、い、うの、3つのパーツから授業を構成しています。あは講義、トークですね。いはアクティビティといって、生徒に、やらせる活動、実習ということもできると思います。私の小論文なんかはこのアクティビティに入るのではないでしょうか。それから「う」「思いを書き出す」というところ、大体ですね、授業の最後に、書き物をさせるんですけれども、特に実習なんかで心躍るような経験をさせて素直に文章に書かせるとその心をそのまま文章にするという訓練ができてその後の小論文が本当に上手になるという、ことがあります。学習指導要領は圧縮ファイルであり、家庭科教員は回答ソフトであると私は考えています。生徒が家庭科の本質が理解できるようにいろいろな授業を行っていくということだと思います。2つ目、コロナ禍です。これについては、通年通りの年間指導計画を、これはやっぱりしょうがないですけれども、立てるべきだと思います。それから2つ目、時間の幅を調節できる授業を用意していくと、心に余裕が生まれます。3つ目、ソーシャルディスタンスを保ちつつ、生徒間ワークの時間を設けた方がいいのではないかと考えています。コロナ禍の2つ目、時間の幅を調節できる授業を用意というところなんですけれども、コロナ禍の授業運営は、とにかく計画通りにできないというストレスで大変ですよね。
不安を打ち消すには準備しかありません。これができなかった、ではあれというふうに、控えの授業も全員がレギュラーとなるように、準備していきましょう。年間指導計画に調理実習を組み込んだけれども、コロナの感染が拡大して調理実習ができなかったという場合があると思います。その時間にできるような、ところですね、時間に余裕ができてしまったときにどうするというときに、実習などを準備しておくといいと思います。住居分野の間取り作成実習などを用意しましょう。逆にですね、コロナ感染防止対策で事業がなくなるということもあると思います。その場合ですね、保育分野、高齢者分野、共生社会分野をまとめるような事業を展開し、何とかしました。時間が足りなくなったら本質を変えずにまとめる事業も必要になってきます。3つ目、個人的な体験へのニーズについて説明します。1、技の向上を再考しようです。これは生徒の技術のことです。昨今は教材会社でも時短というキャッチフレーズが聞かれますが、私はやはり調理実習でも被服実習でも同じ技術を何度もやらせて、生徒がこともなげに作業に集中姿を作り出すことが大切なんだと思っています。そして2番、深い体験から得る実感を大切に。そしてこれはやってみたことなかったけれども意外とやれたと言わせて、生徒に生活主体としての自信をつけてあげることが大事なのではないかなと思います。そして今まで申し上げたようなことを達成するためには、生徒の実態に即したオーダーメイドの授業を作ることが大切だと思います。先生方の生徒さんには先生しかいません。オンリーワン教師です。生徒さんに尽くしてください。以上、私が考えた令和4年度に向けての準備でした。準備を盤石にして、笑顔の新学期にしましょう。また、近いうちにお会いしましょう。またねー。